皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中1数学、今回は等式の性質と方程式の解の1回目です。等式の性質を使って方程式の解を求めます。1つ目の性質は、等式の両辺に同じ数や式を加えても等式は成り立つ、こういう性質です。A イコール B、 A という式と B という式が同じだったら、 A たす C、 A に C を加えたものと B たす C、 B に C を加えたもの、これも等式として成り立つという意味です。具体的には3たす2、計算すると5でしょう。こうなりますよね。これ等式ですよね。3たす2を計算したら5だから5っていうことですね。じゃあ3たす2のこちら側に4を足したら、ね、これイコールにするためには5にも4を足したらいい、ね、計算すると9、こちらも計算すると9というふうに等式が成り立ちます。2つ目は、等式の両辺から同じ数や式を引いても等式は成り立つと、こういう性質です。A イコール B ならば A 引く C イコール B 引く C、同じものを引いてあげても等式は成り立つんですね。この性質を使って方程式の解を求めます。例の ① x-5 は12と、この時 x が x だったらいいかなというのを調べるのに引く5の部分が邪魔ですね。で、この引く5の部分を消すために両辺に5を足すと x-5 足す5、5を足したので12にも5を足します。ここの部分5が消えますね。そうすると x は17、このように x の値が17という方程式の解を求めることができるわけです。2番、X 足す3は8という、こういう方程式です。X がいくつであるか調べるのに、この足す3の部分が邪魔ですよね。この足す3をなくすために、両辺から3を引くと、X 足す3引く3は8からも3を引きます。で、この部分、足す3引く3で3の部分が消えますね。そう、X は5と。このように方程式の解 x が5というのを求めることができます。同じように3番です。 x 足す4はマイナス6と、 x がいくつか調べるためにこの足す4の部分が邪魔ですから、この足す4を消すために両辺から4を引きます。 x 足す4引く4はマイナス6引く4と、こうなりますね。そうすると x はマイナス10と、こうやって方程式の解求められます。同じように4、 x 引く6は7、この引く6を消すために両辺に6を足します。7足す6と、でこの6の部分が消えますよね。と x は13という方程式を解くことができるんですね。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。